じゃあ続いていきましょう。続いて、はい、写真の感想。写真？おそらくですが、前回福山さんゲストの回の時の、はい、花ちゃんの、うん、多分写真。あ、誕生日の写真だ。ですね、はい、についての感想がいくつか届いてるので、うん、ちょっと読ませさせていただきますね。はい、ハンドルネームのいのいくんからいただきました。ありがとうございます。前回の花ちゃんが思う、うん、前回の花ちゃんが思ういい女の写真ですが、うん、はい、すごく怒ってるようにしか見えなくて怖いです。いやいや、本の通りやったし。花ちゃんは怒ってるような大人の表情よりも笑ってる方が可愛くて似合ってますよ。それに笑ちょっと照れた、ちょっと気持ち悪いわ、ね、それに笑う角には福来たるですよ。笑ってればいつかいい人に巡り会えるかもしれませんよ。おーおー、笑おう、頑張って。笑った、すげえ笑った、高笑い。続いてハンドルネームゆくたさん、はい、前回いい女は写真を撮るときはポーズを取らないというノウハウを実践してたようですが、うん、少々勘違いしております。ポーズを取らないと勘違い、無表情は違いますよ。花ちゃんは花ちゃんらしければいいと思いますよ。そう、続いてハンドルネームはくたかさん、うん、前回の写真を見た率直な感想は、うん、こいつ死んだ魚の目をしてるでした。まさかのこの2行だけという白鷹さん。あ、そう、ありがとう。続いてハンドルネーム小浜さん、うん、前回の花ちゃんの写真なんだか腹話術の人形みたいでした。写真を撮るときに首を傾けたり、腰に手を当てたり、体を斜めにすると大人っぽく写るみたいですよ。ポーズすんなって書いてあったんだもん。だって、うん、まあでも表情か、うん、みんなそうね、そうそう、表情だね。そっか、うん、いろいろ。あとやっぱほらケーキ持ってたから、あ、そっか、どうしてもこう棒立ちに見えがちな感じだったじゃない、うん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 、だ今回また実践してみればいいんじゃないの。あー、そっか、うん、じゃあいい感じの私らしい。そうだから、今この感想を見るに無表情が良くなかったから、そっか、笑顔で、うん、首を傾けて、うん、腰に手を当てて、うん、体を斜めにする。なんかさ、事務所のプロフィール写真みたいな。そうだね、潜在だね、潜在写真、うん、なんかちょっと変じゃない。まあでもやってみようか。そう、うん、トシ君もやってね。わかったわかった、俺もちょっと一緒にやろう、うん、じゃあどっちが女らしいか。そうだね、女らしく映るか。なんかトシ君のが女らしく映りそうだな。なんでもうなんか負け宣言してる。本当だよ。